じゃあ最後の質問です、今後の目標を教えてください。今後の目標はですね、そうですね、1年目はもう本当に生活や仕事に慣れることに精一杯だったんですけれども、最近はの仕事の内容だったり、どういうふうにしたら他の対人スタッフと一緒にうまくやっていけるかっていうのを考える余裕が出てきたので、今後はですね、文化のことも考えつつ、自分がどのようにして働くいたら全てがうまくいくのか、スムーズにいくのかっていうのを考えていけたらと、素晴らしいですね。こう周りのことも1年でだいぶこうゆとりができたというか ね、仕事も最初はやっぱり仕事を覚えるのに必死ですもんね、はい、なのでこれからは少しずつコントロールもできればと思ってるところです、まあ、ますます進化していくマリカさん、はい、たくさんの、ね、日本人の方に来ていただいて、どうぞね、安心して、この河原クラブライゾートにね、マリカさんがいますので、過ごしいただけます。はい、ぜひ、はい、お越しください。はい、今日はね、どうもありがとうございました。